こんにちは、レトスの野です。今回なんですけども、お客様から何から勉強したらいいのかわからないというようなご相談いただきましたので、この点について皆さんと共有させていただければと思います。まず重要なポイントを3つに分けました。まず1つ目ですね、結論から言うと、どの分野から始めていただいても構わないです。例えば権利関係から始める、これでもいいですし、宅建業法から始める、これでもいいですし、法令上の制限から始める、税その他から始める、どこから始めていただいても構いません。ただ、予備校だったり通信講座、受講されている方だとですね、おおよそですね、権利関係から始める、もしくは宅建業法から始める、この2つの一方から始める場合が多いと思います。実際弊社の個別指導も権利関係から始めております。で、弊社が権利関係から始める理由なんですけども、宅建合格する上で一番重要なことっていうのは、問題文を理解することなんですね。この問題文を理解するために、権利関係の問題って非常に有効なんですよ。ちゃんと理解していないと問題解けない、問題が理解できないんですね。なので、問題文を理解する練習材料として権利関係が非常に良いので、権利関係から始めていただいております。で、実際宅建業法、法令上の制限、税その他、すべてにおいて問題文の理解は重要です。もちろん宅建業法、法令上の制限、税その他ってなってくると、問題文は簡単なんですけども、ちゃんと問題文を理解するっていう習慣をつけておかないと、問題文の読み違いだったりとか、引っ掛け問題に引っかかったりとかしますので、問題文の理解っていうものはできるだけ早い段階で習得しておくべき内容となってきます。で、2つ目のポイントですね。2つ目は、テキストと過去問を同時進行でやっていくということです。で、その際なんですけども、できるだけ細かく進めていくのがいいです。これどういうことかというと、例えば権利関係で言うとですね、これ弊社の個別指導の教材なんですけども、例えばテキストを見ると、意思表示、制限行為能力者、代理、時効というふうに細かく分かれているんですね。で、これをですね、初めて勉強される方、テキストを初めからずーっと最後まで読んでいく、一通り読んでいくって方いらっしゃるんですけども、それやってるとですね、時間間に合わないです。この、今の時期、この動画作成しているのが1月の初めなんですね。なんですけれども、試験まで10ヶ月あります。10ヶ月あるけれども、今のやり方してたら、これおそらく今年の試験間に合わないです。効率よくやっていかないと、もう今年の試験正直間に合わないんですね。で、これは1回で頭に入るっていうのであればいいんですけども、多くの方は2回3回って過去問を復習していかないといけないんですね。そうすると10ヶ月あっても余裕ではないんですね。これちょっと計画立ててみたらわかるんですけども、ちょっと計画の立て方については別途動画ありますんで、そちら見ていただければと思います。一応この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますね。なので、まだ十分時間があると思っている方は、先にそちらの動画を見ていただくのがいいと思います。で、話は戻るんですけれども、この細かく進めていくってどういうことかというと、例えば意思表示の部分の、テキスト部分だけ読みます。さらっと読む感じでいいんですよ。それも細かく読まなくてもいいです。例えば、心理留保って出てきてますよね。例えば心理留保の初めのね、ちょろちょろちょろっとこの辺ぐらいまで読むだけでも、あ、心理留保ってどういったものなのかって分かっていただけると思うんですよ。でもそれでいいぐらいです。細かい部分がね、その下にどん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 書いてあるんですけども、こういった部分は、読んでもいいし、読まなくてもいいです。で、次もそうですね。次は虚偽表示ですね。虚偽表示っていうものがどういったものなのか、具体例示しながら、細かく書いてあります。これも上の部分ぐらいですかね、この部分ぐらいさらっと読んでいただいて、虚偽表示ってどんなものなのかっていうのが分かれば、もうそれで OK で、次もそうですね、まだここ虚偽表示のまた細かい話が入ってるんですけども、次は錯誤ですね。錯誤はね、ちょっとややこしいんですよ。で、錯誤についても初めのこの辺ぐらい読んだらいいんですよ。例えば錯誤っていうのは、簡単に言ったら勘違いとか、間違いのことですよと。で、勘違いをして、契約したらどうなるのか、そういったことが書いてあるんですね。あとで取り消しができるのかと、そういったぐらいで全然構わないです。で、詐欺についてもちょろっと書いてあって、細かくね、ここは書いてありますけども、詐欺もこの辺だけ読んでいただく、脅迫についても初めにちょろっとだけ読んでいただく。で、ここまで読んだら意思表示が終わりなんですね。次は制限行為能力者っていうところ入るんですけども、こっちはまだ読まないと。この意思表示の部分だけさらっとね、読んでいただいて、で、問題に入っていくと。で、こちらが弊社の個別指導の教材の過去問集になるんですけども、
もうすぐにもう問題文を見ていただいて、問題文読みますよね。で、一応ですね、個別指導ではこの問題文の読み方についてちょっと、お伝えをしているんですけども、予備校生だったりとか他の通信講座の受講者さん、独学で勉強されている方っていうのは、問題文の読み方はちょっとわからないと思うんですね。もうわからなかったとしても、まあ、とりあえず読んでいただいて、で、お持ちの、過去問集の解説ですよね、解説を読んでいただいて、で、あ、そういうふうに考えるのかとか、あそこポイントなんだ、みたいなところを、頭に入れていくという作業になってきます。で、弊社の、過去問集の解説だと、その理解すべきところまで記載してあったりするんですね。まあ、初めのあたりは理解すべきところってそんなに多くないので、それほど詳しくは書いてないんですけれども、どんどん進めていくごとに、非常に詳しくなってくるんですね。で、このあたりとかは実は解説がすごく詳しいんですね。解説って実は、これ一つの選択肢なんですけれども、ここプラス次のページ、丸1ページ使ってるんですよ。解説。ここですね。こう丸1ページ全部解説になってます。なので、一つの選択肢だけで1ページちょっとかな、あるわけなんですよね。だから、ここはすごく理解してほしいということで、細かく解説していると。いう感じです。まあ、この辺とかめちゃめちゃ短いですよね。これ4行、たった4行。こんなんもう覚えるだけでいいから、これだけの解説なんですよね。一方、理解していただきたい部分は、先ほどのように解説が、詳しくなって長くなっちゃうんですよ。こことかもそうですね。こことかっていうのは、質問内容の理解って書いてある通り、問題文を理解するのがすごく難しかったりするんですよ。宅建試験って。なので、質問内容を理解するために、このような記述があります。でもこういったことっていうのは、市販の教材とか予備校の教材とか、そういったものには書いてないんですね。なので、わからなかった場合は、もうネットとか専門書とかでもう調べるってことなんですよ。これをやっていかないと、いつまで経っても理解できないです。過去問集を何回かやれば、過去問の点数は上がります。40点とか45点とか、8割9割取れるようになるんですけども、本試験で点数取れないってことになっちゃうんですよ。多くの方が過去問集の解説を丸暗記、テキスト丸暗記とかってやっちゃうんですよね。となってくると、そこの教材に理解すべき内容まで記載されているのであれば、それで理解学習はできますけども、多くの教材がそうじゃないんですね。予備校とかでも教えてなかったりします。となってきたら、自分自身で調べて理解をしていくってことをやっていかないと、いざ本試験になったら本試験の問題が解けないってなっちゃうんですよ。問題文が理解できない。頭に入れた内容が本試験の時に緊張して頭が真っ白になって、失点してしまう。引っ掛け問題に引っかかっちゃう。もうこういったことが続出してですね、日頃予想もしで40点とか45点取っている方でも本試験で35点で不合格とか、そういったことになっちゃうので。なので、理解学習をぜひしていただきたいんですね。で、理解学習ってじゃあどういったものかっていうのは別途動画ありますので、もし理解学習分かっていない、また1回でも、試験に落ちたという方は、もうおおよそ理解学習ができていない方なので、ぜひ理解学習がどういったものなのか、そちらの別の動画でですね、ご覧いただければと思います。その動画についても、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。ちゃんと理解学習ができれば、合格はできます。ただ試験まで10ヶ月しかないので、今から理解学習を開始すれば、十分合格は目指せます。一方で、理解学習っていうのが分からずに、単に勉強を進めていくだけってなってくると、本当に間に合わなくなってきますので、もし自分自身で理解学習ができないって思ったのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。